はぴよ、どうもひなぴよです。それでは本日も君が死ね多数決デスゲーム続きやっていきます。前回ソウさんがね記憶をなくしていませんでしたと、そしてカンナちゃんのお姉ちゃんが残した誘拐犯側が仕組んだ罠をサラちゃんが書いたものだと思い込み、文章を素敵な文章に変えた上、サラちゃんのことをさらに嫌ってしまったと。そしてソウさんの首元を初めて前回拝めましたね。セクシーでした。ということで続きやっていきたいと思います。アトラクション進めるんだったかな。じゃあ移動しましょう。キュー太郎さんうつむいたままだね。そうだよ、キュー太郎さんがねパソコンをね渡しちゃったんだよカンナちゃんに。で、他のとこまだ見てないとこあったっけか。長い、あら、アリスさん、ここは随分と薄暗い場所だな。気に入った。よかったね。ここに多分レコさんいるよ。レコさんの呼吸感じ取って、耳穴かっぽじって呼吸感じ取って助けに行ってあげて。他はどこに誰がいるかな。あら、医務室に銀くん、どうした。住めば都にゃ。この部屋も悪くないわ。サラ姉ちゃんも辛くなったらここで休めばいいにゃ。でもね、ここで、いや、ハンナキーのさ、ジョーのことを少しだけ忘れるっていう、なんか装置？あれ、何回かやると悪いことが起きるっていう噂を聞いたんですよ。2章前編が終わったら、景品交換所とかのやつと一緒に、この、ね、装置何回も使ったらどうなるかっていうのも見れたらなとは思ってます。で、アトラクションの前に、あとは、他行ってないとこどこだ？ここは、あれか、ナオさんがいるのか。で、何やってないんだっけ？撃墜ハエ叩き？やるか。相手が召喚した敵がわらわらと襲ってくる。すべて撃ち落として、3人の召喚士を倒したらゲームクリア。うん、オッケー。カンナちゃん、ナオちゃん、銀くん。カンナちゃんと今ギスギスしてる中でこれ一緒にやんの？やるか。いや、死んでる、顔が。一緒にやりたくねえみたいな顔してる。カンナを操作時、召喚される敵の数が減る。へえ、そうなんだ。一緒にやりたくなさそうだね、カンナちゃんね。ナオちゃんは？ナオを操作時、攻撃を受けるまでの制限時間が増える。なるほど。で、銀くんは？サラを操作時、銀の応援でたまに体力を回復してくれる。さらに銀のアイコンをタッチしても体力を回復してくれる。ああ、やっぱヒーラーキャラなんだね、銀くんって。じゃあ。まあ、カンナちゃんとギスギス空間楽しみましょうか。一緒にやろう。あ、何も喋ってくれないやべえ、ギスギスしてる。楽しい。撃墜ハエ叩き、開幕。まずは私から。頑張ってください。あ、応援はしてくれるんだね。ありがとう。撃墜ハエ叩き、ルール説明。虫使いが複数の虫を放出します。時間制限内に全てタッチして撃墜しましょう。嫌だね。虫は嫌いですよ。私は。不法侵入してくる虫が嫌いです。味方のアイコンをタッチすることでアドバイスを聞けたりしますので、頑張りましょう。はい、やります。うわ、キモい。おれ、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 オゲー。はい、おれ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 、あー。早い早い。オッケーオッケー。いけたいけた。ヘイヘイヘイ、キモいね、この虫。ちょっとマウス感度が良すぎてさ、うわー。全然思った通りの場所に、オッケー。行ってくれないんだよね。倒しましたね。はい、魔法使い。うわー、キモー。やばい、ちょっと待って。時間が、オッケー。エイムがよろしくないですわ、私の。ちょっと待って、待って、下手、下手。あぶねえ。私のエイムが、FPS やってないから、FPS 下手が出てるって。おら、おい、おい、おい、オッケー。キモーい、キモすぎんだろ。オッケー。倒しました。さあ、ラスト。うわぁ。うえ、キモーやばい。時間が。時間が。見て確実にやっていこう、一匹ずつ。
ッケー、痛い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 、ダメだ、まずいまずいまずい、助けて。これで敵の数減ってんの？ちょっと待って待って待って、やばいやばいやばい、危ねえ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 。あ、でもカンナちゃんか、カンナちゃん操作時は敵が減るんだっけ。もう一回、もう一回、オッケーオッケーオッケー、おいおい、キモい、やばい、よし、オッケー、ふぅ、はぁ、ほら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 、戦いに勝った。私のエイムの悪さが露呈した。あの、役に立てたでしょうか。このクリアチップ、分けますね。クリアチップを1枚手に入れた。これでこのアトラクションはおしまいだ。いや、ちょっとこれのおかげでカンナちゃんとのギスギス緩和してたらいいんだけどね。いや、虫キモかったねーって言ってさらにギスギスしたら面白いけど。交渉時間。ほー。ケイジさんと銀くんか。まあ、セーブしましょう。じゃあ銀くんから話聞こうか。サラ姉ちゃん、メダル20枚あげるから僕のお願い聞いてほしいにゃ。あのね、僕が抱えてるこのニャちゃんクッション、汚れちゃったわ。とても大切にゃ。でも、洗い方がわからないわ。要求者じゃわん、助けてほしいにゃん。汚れをどうにかしたら20枚か。なるほど。ちょっと待ってね。ケイジさんの話も聞きたいんだな。サラちゃん、メダルの交渉はなしだ。話さない？ケイジさんとデート？おまわりさんと口を聞くのは、嫌かな。あ、ちょっと待って、嫌なわけないじゃん。ちょっと離れちゃったよ。テンション上がって。マイクからめっちゃ離れちゃった。ケイジさん、ずるいじゃん。おまわりさんと口を聞くのは嫌かなって。メダルも欲しいけど、ちょっとケイジさんと話す時間大切じゃない？これ、ちょっとさあ。話し合おう。ケイジさんどこ行っちゃう。銀くんごめん、あの、ニャーちゃんクッションは、あの、ハンナキーに頼めばめっちゃ綺麗にしてくれると思うから、よろしく。ほら、座って。コーヒーでも入れるよ。いえ、いいです。そうかい。なんか、気まずいね。ケイジさんは、私に個人情報を知られるのを嫌がっている。きっと、ケイジさんは他人に話していないことがある。信用ってさ、どうやって得るものなんだろうね。嘘をつかない、誠意ある行動、自分から信用する。嘘をつかないは違うと思う。あの、嘘をつく場面が必要になることもあると思う。だって、三島先生はそういう正しい嘘をついてたじゃない？カンナちゃんに。まあ結果的にね、傷つけてしまったかもしれないけど、あれは三島先生の思いやりだったし、あれのおかげで私は三島先生のことを信用したいと思えた。から違う。誠意ある行動。まあこれはもちろんそうだね。誠意を持って行動してれば、あ、この人はちゃんと考えて、周りのことも自分のことも考えて動いてるんだなって思うから、信用できるようになっていくとは思う。自分から信用する。これなぁ。まあ、間違いではないと思う。けど、それを悪用する人も、いるから、いや、でもそういう論点じゃないのか。
一概にね、その自分から信用するのがいいとは、ね、言えないかな。一番この選択肢の中でしっくりくるのは誠意ある行動かなと思う。どんな行動をしてきたか、じゃないですか。あーでも暗い過去がある人もいるもんね。ちょっと困ったな。なるほどね。サラちゃんが信用されるわけだね。煙に巻いてばかりじゃ、人間性なんてつかめません。もしかして、サラちゃん、怒ってる？可愛い顔が台無しだよ。それだよ！煙に巻いてるんだよ、それ！私は、刑事さんを信用したいです。誰も、疑いたくないんです。仲間、だから。仲間、か。でも、刑事さんはいつも確信を教えてくれません。あなたは、一体何を隠してるんですか？教えてください。やれやれ。サラちゃんにそんな顔させるのは、辛いもんだね。サラちゃん。一階の、青い部屋での話、覚えてる？人を撃ったことがあるって話、かな。何の話ですか？おまわりさんが、人を撃っちゃった話だよ。トラウマ。できれば人に話したくない記憶だ。そうね。その出来事で多分刑事さんも、今のサラちゃんみたいに幻影を見るようになっちゃったんだろうなって思うから。撃たれた人は犯罪者で。死んでしまった。そして、俺にとって大切な人間だった。ヒーローか？もともとおまわりさんだったっていう、あの、近所の交番のおまわりさんのことじゃないの、これ。犯罪に手を染めちゃったのかい？え？知り合いだったんですか？俺は人殺しだ。法で裁かれることすら許されず、消えない罪を一生背負ったクソ野郎だ。刑事さん。幻影が見えてるね。まあ、そういう人間なのさ。サラちゃん、おまわりさんはね、自分を信用できないんだよ。あの日から、ずっとね。刑事さん。話し込んじゃったね。本当は、おまわりさんなんか、信用しない方がいいのかもしれない、ね。言ってしまった。これで、話し合いは終わり、か。サラ姉ちゃん。どうした、銀？あの、ニャーちゃんクッション洗ってあげなかったこと根に持ってる？ごめんね。でも、あの、刑事さんとの話はちょっとこれめちゃくちゃ多分重要だったと思う。景品交換所にナオ姉ちゃんがいたにゃ。あら。これは、サラちゃんの情報買われそうですね。なんだか、
とても顔色が悪かったにゃ。心配は。わかった。私が見てくるよ。ありがとうにゃ。うん。音がないね。なお姉ちゃん、大丈夫かにゃ。顔色が悪かったってなんか相当やばい情報を手に入れちゃったんじゃない？ちょっとサラちゃん何を隠してるんだろうな。まあ、サラちゃんが隠してるんじゃなくて、サラちゃんの人生に何が隠れてるんだろうな。いた、ナオちゃん。サラちゃん。ナオさん、どうしたんですか？顔色が悪いですよ。私、買ってしまったんです。何をですか？ああ、犠牲者のビデオを。これ、犠牲者のビデオってタイトルから私嫌な予感はしてたんだけど、なんかさ、誘拐犯側ってだいぶ悪趣味じゃん。あの、このゲームに参加した犠牲者の映像が映ってるんじゃないかって思ってたんだけど、この顔色の悪さから察するにそうなんじゃない？やっぱり。で、脱出の手がかりになればと。ですが、恐ろしくて、見れなくて。お願いです！一緒に見てくれませんか？しかし、あの、目をつぶってていいんです。手をつないで、隣にいていただけたら、それで。あとできたら、背中をさすりながら、頑張れ、頑張れと、応援していただければ。だいぶ要求してくるじゃん。そんなもの、目をつぶれるだろうか。けど、断れそうにない。ナオさんだって、私と同じように疲れているんだ。全力で背中をさすります。わかりました。目を閉じて、手をつなぎ、全力で背中をさすります。ありがとうございます。あの、頑張れ、頑張れの掛け声も、お願いしますね。それ大事なんだ。ナオさんは、真剣だ。ごめん、真剣なのに笑っちゃって。モニタールームで見れるようです。行きましょう、サラちゃん。行くか。この、取り乱してるナオちゃんを、無表情で眺める、受付人形さん。この人、何者なんだろう？なんか、関係なく、このおじさんがただ立ち尽くしてることってある？だったらさ、なんか、別にモニターとかで交換みたいなんでもよくねって思っちゃうんだけど。この人、マジで謎なんだけどな。この、変なヒゲ生やしてる。いや、こんなさ、変なヒゲ生やしててさ、なんか重要な人物じゃないなんてことあんの？ただのモブキャラなの？すごいな。もう目決まっちゃってるしね。だし、このポってないだよ、ポって。あ、これ、ポケットに入れてるやつ。もしかして、あの、目決まっちゃってるから、あれでは。ちょっと、触れないでおこう。危ない人かもしれない。起動させますね。ナオは犠牲者のビデオを手前の機材に取り付けた。再生しますよ。繋いでください！中央のモニターを選択し、再生ボタンを押した。頑張れ！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 これずっと頑張れ言わなきゃいけないかな？これ再生されたね、ビデオ。女性の声がする。目をつぶると言ったものの、やはりどうしても気になってしまって、私は目を開けてしまった。映像には、薄暗い個室で、鎖につながれた女性が映っていた。警察官っぽい服装してるね。やめて！お願い！私を助けて！女性はスーツのような、制服のような、衣類を身につけている。これは、警察官の服装。私は、職務を全うしただけよ。誰かと会話している男性の声。他に言うことはあるか。
あら、これ刑事さんじゃね？刑事さんの頭じゃね？だって警察官みたいな服装してる女性と会話するって、私の頭の中に刑事さん浮かんでたけど。え？俺は、あんたとケリをつけなきゃ、前へ進めないんだね。こんなことしても、何の意味もない！待ってよ。この、手前に映り込んでいる男性は、まるで、お願い！スイッチを押して！俺は、やっぱ映像の声当ててたから頑張れ頑張れ言えなかった。ごめんね、なおちゃん。体に繋がれた鎖が、女性を引き裂いた。でも、それ以上に、手前の男の姿が、私の心をざわつかせる。なおさん、あの男の人ですが、男の人、気づいてない。もう一度見ましょうは、ちょっと濃すぎるだろ。誰かに似てませんでしたか？あの男の人の後ろ姿が、誰かに似てたと思いませんか？すみません。そこまで気が回らなくて。女の人がかわいそうで、そればっかりを。いえ、仕方がないことです。もう一度見ましょうなんて言えない。でも、あの姿は確かに刑事さんのように見えた。どういうことなんだ？すみません、サラちゃん。ビデオを買ったのは私なのに。サラちゃんは、お強いですね。強くなんてないよ。強い。言われて気がついた。自分が残酷なことに慣れてしまったことに。自分と関わりのないものが、こんな恐ろしい目にあっても、私はもう動じない。感覚が、麻痺してきてる。おかしくなっちゃったんですかね。私は。サラちゃん。ナオさんは、優しく私を抱きしめた。サラちゃんは、おかしくなんてないです。はい。私はナオさんの胸の中で、少しだけ落ち着きを取り戻した。あの映像の、警察官の女性と手前にいた男性。二人は無関係という感じではなかった。それに、あの男性は、刑事さんだ。ダメだ。考えることが多すぎて頭が回らない。睡眠を取ろう。休息が必要だ。三日目、朝。体は着実に疲れてきてる。頑張らなきゃ。そういえば、確かに、刑事さんの最初の試練が何だったかとかっていうのは、わからなかったもんね。しかも、その、ペアで生き残っていたのが、サラちゃんとジョー君、三島先生とナオさんだけだったもんね。で、キュー太郎さんは一人で。で、カイさんはまあ多分、そういう、こう、内通者みたいな感じで紛れ込んでるから違う。で、カンナちゃんとお姉ちゃんが一緒だったけど、カンナちゃんは一人で来た。で、他の人たちがどういう試練だったかっていうのがわからないんだよね。だから、刑事さんもペアでここにやってきて、ペアの
相手の女性を、まあ、なんか因縁があったんだろうね。このペアの女性を見殺しにしたんじゃないかなっていう感じはしますね。大切な人になんか関わってそうだけどね。じゃあ、セーブして。時間もうちょっといけそうだね。ちょっと探索して回りますか。いいか、俺は絶対に、ゴーヤは食べない。チャンプルーが食べたいと、申し付けたじゃないですか。なんでハンナキーとアリスさんがゴーヤチャンプルーの下りで揉めているんだろうか。私はチャーハンって言ったのよ。大体、朝食にチャーハンは、重たすぎませんか？ゴーヤチャンプルーが軽いのかしらね。どうやら、くだらない喧嘩が朝から起きているようだ。そうだね。本当にここにチャンプルー置いてあるわ。アリスさん、好きじゃないです。はっきりと言うな。朝から苦味を感じたい人間なんていないのよ。いやー、それはコーヒー好きを全員的に回してるよ。でも、朝にコーヒーを飲む人は多いです。論破されてる。喧嘩はやめてください。指導員、サラ。見苦しいところを見せたな。どうだ、食うか。いえ。それじゃあ、失礼します。全部食べなきゃ、ペナルティです。おい、待て！涙人形、ハンナキ！頑張ってください。落ち着け、指導員、サラ。昨日と顔つきが違うな。え？話し相手になってやる。代わりに緑の部分を食え。ゴーヤが嫌いなんだね。迷惑な取引だな。少しの間、アリスさんを構ってあげることにした。まさかゴーヤがここまで美味しいとはな。俺の舌はデスゲームの中で成長したようだ。食わず嫌いだったんだろうな。適当な話題を振ってみる。おかわりを促す。まあ、適当な話題振るか。その後、レコさんとの関係は、どうですか？いや、本当の意味で適当な話題振ったね。大体適当な話題って言うとさ、本当に雑な話題みたいな感じになるけど、本当の適当っていう意味って、適度に合っている話題っていう意味だもんね。正しい使い方されてたわ。ふん。お前に心配されるでもない。現状維持だ。だが、ここ数日観察して分かった。最初こそ、あいつは変わったと思っていたが、本質は何も変わっていなかった。レコはレコ。俺の知ってるあいつだったよ。レコさんは以前、アリスさんと一緒にバンドを組んでいたって言ってましたね。ああ。解散した理由は、やはり。なあ、俺が起こした事件のせいだ。これを見ろ。アリスさんは服の間から折りたたんだ紙を取り出した。これ、雑誌の記事ですか？ある日、優しい優しい監視がな、俺に渡していったんだ。そこには小さな記事で、侍刃解散と書かれていた。侍刃、このバンドでしたね。理由もはっきり書いてある。メンバーの一人が脱退し、ボーカルがもうこのバンドの曲は歌えないと発言し、グループは解散したと書かれている。俺は、レコを鋼の意志を持つ超人だと思ってた。同じ人間だったことに、ようやく気づいたんだ。これほど後悔したことはない。この記事は、俺の戒めだった。俺は、レコの心を深く切り裂いた。それは、俺が刑を受けたところで、癒えることのない傷だ。だが、この記事はもう、俺には必要ない。捨てておいてくれ。え？俺が向かい合うべきは、記事じゃない。レコ本人だ。
リスさん。頼んだぞ。今しめ、が。バンド解散の記事を手に入れた。よし、そろそろアトラクションを進めようか。これはね、捨てれません。大事に大事に取っておこうね、サラちゃん。ってことで今回はいい感じなんで、これくらいで終わりましょうかね。ご視聴ありがとうございました。ちょっとずつちょっとずつだけど、その一人一人の過去とかが分かってきて、それをみんながね、その疲れている状況でその過去を受け入れることができるかっていうところですよね。私はさ、この実況を撮る間もこう休息とかを取れているし、実際にこの世界に入り込んだ人間ではないから、こういう風に冷静に分析はできてないかもしれないけど、まあ分析してこう淡々と話すことができたりとか、あの感情移入しすぎてぐしょぐしょになったりとかしてるわけですけど、ずっとだってみんなはもう当事者だからさ、ぐしゃぐしゃなままなわけよ。それを考えると、その人を受け入れるキャパシティみたいなのがあんのかどうかっていうのがちょっとね、気になるところなんですよね。まあでも進むしかないんですよね。時間は刻一刻と迫っています。ということで、また次回、おつぴよでーす。